おはようございます今日のモーニングデボーション箇所は、知識18章、メッセンジャーはジョシ女ボクイ先生です。このどんどん悪い世代になってはいけない、この北のあ泥棒の、はい、泥棒の、えー、と世代とはなってならない、北の国の方のの人々を立ち上げ、そして盗賊のようにこの物を盗んでいく、そのような世代でした。昨日はミカの方を呼びましたね で彼は盗賊のようなものでした、泥棒でした。彼の母親はの自分の息子とこの彼とですね関係が悪くてで息子がこの自分の母親のお金を盗んでそして母親は呪うんですけどもそれを救いそしてそのお金から偶像を作ります。 でそこから、えっと、偶像を作りそして偶像の,この宮を作りますで彼の家にはこの偶像が満ちていましたそして若いレビュト人は彼のミカのところに行ってこの自分の仕事を探しに来ます何ができるかとでお金、えっと、服そして食事を与えるからといってそして彼は彼のレビュト人となりました しかも、この自分ミカを自分の父としました、このレヴィトは。このレヴィトはまるでミカの息子のようになりました。このレヴィトをしてはいけないことをミカのもとでします。で、レヴィトはこのようにえっと雇われ,るはってれてはいけませんね。彼は最初ではありません。 でこの自分の家をこの教会のような神の宮神の宮としました。で何人かはあ私は神様の召しがあるからあこれ例えの話です、ねえっと、あなたの家で奉仕していいですかと例えば今日の話でしたら、ね、自分の家を教会としてででその教会がしかもこの外からこの牧師を雇って。 何もこの気にしないこの世代はこのような世代でしたこのメッセージを語る者として私たちは神様に奉仕をしていますで教会のこのシステム今日の教会のシステムはこのメッセージを語る者このメッセージ

でお金のために神様に奉仕するなら私たちは牧師またレビィトのようにはなることはできませんこのメッセンジャーになることはできませんこの17章昨日の17章ですねこのレビィットの,この原文は若いこのレビィト若者は17章を見てみましょうえと17章に戻ってください11節このレビィトは心を決めてその人と一緒に住むことにした この若者は彼の息子の一人のようになった。この若者、ミカにとってこの若者はこの息子の一人のようになったと。中国語の聖書では、このミカは、えっと。 このレビュを息子のようにしたと。この原文ではこの若者はこのレビ,ビトと、あ違う、これはこの若者はミカと一緒にえっと住んで、で、お金を使い、ミカのお金を使い、そしてこの若者はこの息子の一人のようになった。この原文ではこの。 そしてこの若者はミカを自分の父としたミカは彼を、えー、と雇いましたそ,そして、えーとえー、とお金、衣服そしてエボディの、えーなどべて与えましたこの食事もであ,あ,あなたは私の最初にして、えーと なってください生活費を上げますとですべて彼の必要なものを与えましたなのでこの若者はこのミ日と一緒に住みますまあ彼この若者はこの仕事を得ましたねしかしこれはよくありませんこのようなことがこの四季の時代起きたのです今日18章を読みます 17章では、ミカにとって、この低くなると書けます。このミカは、お金を盗んで、しかも偶像を立てて、その偶像自分の家を偶像の宮としてこ、のこの村で、偶像の,この中心地としたんです、自分の家を。そのことが17章で起こったんですで。ミカは、あ主は私によくしてくださると。 勘違いしていましてまた彼はそう思ったんです。彼らは無知ですね。神様のことなんて知りません。彼らはこのような状況の中にあったのです。私、ここに家族がいますね、この17章には。で、18章。18章の状況は もうどんどん悪くなっていきます。もうどんどん前十七時、ミカの家も悪かったですね。で、十八章では、もうミカの家だけではなくて、もう家族だけではなくて、もうどんどん全てが悪くなっていっていく。まあミカは家の中で、盗人のようでした。 しかし、ここは断続が出てきます。この断続はイスラエルにとっての,この泥棒のような部族となってしまいましたで。ドン部族全体が盗人のようになってしまいます。あもちろん盗人なんてなってはよくないですよね。もうそれよりも悪い。 まあ彼らは盗むみ人になることによってまあ大丈夫だろうとまあ何も悪くないとしかも神様は私たちを祝福してくださるとまで考えたのです非常に悪いこの状況ですねこの知識は私たちに語っています どんなにこの世代が悪かったかということを私たちに語りかけています。盗み人となる世代となってはいけない。この18章でそのように私は計上を受けました。盗むことは大丈夫だと彼らは思います。しかも、祝福されると思って考えています。香港の人々も まあ中国人ではこう言います私、自分、利益を失うなら家族を失った方がましだとそういうふうに言います。あまあ、これはことわざなんですけども、<laughs> もう利益を失ってはいけない、なんか良い、自分にとっていいことは失ってはいけないという、そういう感じですね、私が小さい頃私は MTR、この地下施設に乗ろうとしました。 私たちはいつもバスを乗ってました。バスに乗るには並ばないといけません。まあ、バスに乗るには並ばないといけないですよね。まあ、並ぶには時間がかかります。待たなきゃいけません。で、この列をどうやって横取るか、割り込むかということを考えてました。まあ、割り込んで、悪いことですよね。しかし私は賢かったので。 もう役取りして割り込みしてもし私たちができなかったらまあ私たちはもう始めることできない間に合わないと私たちはそう考えていましたまあ比め,めないといけませんねこれは私たちの罪の性質ですこの知識では盗むこと盗むことは大丈夫だと しかも祝福されるとまで考える。盗むことによって祝福されると。まあ、神様はあ。あと神様、見ないでください、今私、盗むからとか。まあ、麻雀ジャンをやるときに、私はクリスチャンのあともマージをやっていました。 でマージャンをしているときに、あイエス様、今帰ってこないでくださいと、今、えっと、楽しみたいから、私は何も気にしませんでした、まあえっと。4セット、5セット目と、6セット目とやりたいと、どんどんマ雀ジャンですね。しかし、今、この四式では。 彼らはこの盗み盗人になることによって神様を祝福してくださると考えていました私は何かいいタイトルはないのかと考えましたこの盗み人となるこの世代とはなってはいけない盗むことは祝福されることだと考えてはいけません盗むことは祝福されるだろうと 18章3段落に分けます。1節からえと10節がえと第1段落。この何を盗むかということをえと考える、ターゲットにする。段はえと偵察しに行きます、1節。非常に重要です、1節は。十7章では四回、4回。 4回その頃イスラエルの王がなく国々が自分の目に正しいことを行っていたと4回出てきます。18章もそうです。19章では21一節まで、またあと大きな、知識の中の大きな段落となっています。19章から21一節入この知識の段大きな3段落目は、昨日言いましたね、この17章18章は1つの内容となっています。 盗人となった部族しかも盗むことは祝福されると思って考えるなぜこのようなことが起きたんでしょうかイスラエルには王がいないのにその頃イスラエルには王がいなく命名が自分の身に正しいことを行っていたそこには王がいなくえっと獅子もいなくもしそこにリーダーがなかったらどうでしょうか しかもその時のダンブ族はこの相続地を求めていたイスラエルの諸仏の中にあって相続地はその時まで彼らに割,れ当てら,れなかっ割られていなかったからである一説その頃イスラエルには王がいなかったそしてリーダーがいなかった裁きつかさがいなかった しかもこの獅子たちはこうリーダーたどん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 悪くなっていくそこにはもう獅子なんていませんもう希望が全くない世代でその時の状況はしかもン不足は相続値が割り当てられていなかったとン不足は彼は与えられた地を 相続していませんでしたこのペルシャ人をペルシャ人がそこに住み着いていましたダン部族は、えっと、追,い追い張るその力がなかったのでなので神様サムソンを立ち上がらせましたねでその時このサムソンの時代ダン部族はツアールと、えっとえっと、バースあ2節ですね えっとエッシャルとツアールの間に住んでいた。でそこから有志たちを派遣して、土地、偵察を調べることにした。2節2節です。このマハネ・ダンというところに死刑しますね。まあ、このような状況の中で、神様はサムソンを立ち上がりました。しかしかサムソンは えと自分の飯、えー、に常時することはできませんでした。サムさんは長い髪をしてて非常にえと筋肉があるこの強い男性それが私たちのイメージですね。しかし彼は自分の肉によって肉の欲だけにこついていってもう断続は自分の割り当ての地位を相続することはできなかった。でサムさんんが死んだ時に このペシ力,力強いペルシア人をたくさん殺しました。まあサムさんが良かったら、ペルシア人を完全に追い払うことができませんでした。だんだんの割々の父からペルシア人を追い払うことができたでしょうで。彼らは土地を所有することができたでしょう、このヨシアの時代に。 サムソンは最後の獅子でしたね神様はサムソンに完璧な計画をお持ちでありましたでサムソンはこの非常に祝くを受けていたしかししかしサムソンは神様を忘れて神様から離れていきましたこの死の中で一番神様から離れていったものとなりました もう何も道徳がないですね。自分が勝手なことをやっていく、自分が良いと思うことだけをやっていく。自分の目に、良いことだけ、正しいと思うことだけをやっていった。その時にはイスラエルには王がなかった。しかも、ダンブ族は自分たちの相続地を所有しなかった。イスラエルの 民の中で彼らは所有地を持っていませんでしたななぜらら彼はペルシャ人を追い払うことができなかったからです。どうすればよいのでしょうか。彼らはペルシャ人に立ち向かおうとします。なので、そのためにはこの盗むことをしようとします。しかし、それは神様からではありません。 これは神様からの飯ではありません。2節そこでダンブ族クは彼らの所属のうちから5人のものツアルとエシュタールからの有志たちを派遣して、土地を偵察し、調べることにした。それで彼らに言った、行ってあの地を調べなさい。ここにユダの子孫たちがいます。 ああダンです、ン,ンの子孫たちがいます。一節では、この団の部族は、この団の、この団という言葉は、このダンというこの語源、このダンは、裁くという意味ですね。裁くという意味です。彼らが、がいなかった時に、そこには裁く人がいませんでした。 なので、ダンの子孫たちは立ち上がり、自分たちの道へ行って、そして自分たちのための砂漠のとなった。で、そのダンの子孫たちは盗人のようになった。まあ、ダン族は自分たちには所有地がないから、神様からの、この偵察を送って、そして調べることにした。 まあ何彼らにとって良いと思うこの土地を調べに行く、まあ、神様から与えられた土地は彼らは欲しくなかったんですねで彼らは自分たちで勝手に偵察で調べることにしましたで彼らは行きますああもう時間がないのでシンプルにしべてはいけませんエフライムの方に行ってこの神々の宮にこの彼らの声が聞こえます まあ誰かがそこで神に仕えているということを聞きます。で彼らはミカの家の方に行きます。このエフラムの産地のミカの家はおたくさんの人がいて、この神を礼拝しているようだと。で彼らはレビビヴィトの若者の声に気が付きます。そこにレビ人がいいるじゃないかと レビィビトの若者の声に気づいた3節しかし、このレビィビトはレフエフライムの出身ではないということを気づきます。なぜでしょうかこの若者の声はユダ、彼らの名りですね、ユダ族客のものだと気づきます。は ユダのところに住んでいたので、この鉛でこの若者の声を聞き分けることができます。あこのレビュ人はエフラエムの出身のものではないなと。彼はユダ族の出身のものだと気づきます。なぜなら、うん、その鉛があるので、この南の方の鉛ですね。で、聞きます、彼に聞きます。あなたはどこから来たんですかなあなたは何,何をしてるんですか 何なんかいいことはあるんですか、か利益を得たのですかと、そのようなことを聞きます。で、この若者は彼,に彼らにすべてを説明しますま。ミカはお金もくれたし、食事もくれたし、服もくれたし、すべて生活費をくれましたと、若者は言います。 でどうぞ、神に伺ってください、5節ですね。どうなるか知りたいのですと。で、6節。その最初は彼に言った安心してきなさい、あなた方をしている旅は主が認めておられますま。レビィッとは言います。神様によってではなくて、偶像から偶像から伺っています。もう非常に無知な者たちですね。彼らは神様を知りません。 この偶像を神々ともしています。偶像に礼拝しているように神様に伺っていると勘違いしています。この個体というのは神様からではありません。神様から与えられた所有地、このペリシュ人の地ですね、彼らはその土地を欲しいと思わなかった。彼らは新しい土地が欲しかった。 で彼らはここに来て、偶像を見て、そこに若いレビュー人がいて、そこに神々を見ます。彼らは自分たちの道を歩み始めます。この地を調べて、その土地へ来て、来週に来ます。節7節です。非常に興味深い説ですね。 5人の者は住んでいて来週にち、そこの住民を見ると、彼らは安らかに住んでおり、シドン人の狙わしに従って平安で安心しきっていた。この地には足りも者は何もなく押さえつける者もいなかった。彼らはシドン人から遠く離れており、その上誰でも交渉がなかったちゃちゃ。7説。 平安で安心しきっていたと彼らは。暖不足は欲しいことです。平安で安心してきていた。暖不足は非常に欲しいと思っていること。紙編の113編に書かれています。人は治療薬だから引き上げられた。と大と共にえ 主はこう産まないもの、女をこう喜ぶ派として家に住まず。これはまあ祝福です、同じです、113編ですね、8節9節と。何も気にしていません。平安で安心があった。大変なことはない。このダンプ族は圧迫されていました。 神様から与えられた地で非常に圧迫されていました。なぜならペルシャ人でいたからです。この獅子たちは、この外国に非常に圧迫されていました。メディン人とか、アモン人とか、モアブ人とか、ペルシャ人とか、彼らはこのダンブ族を圧迫し続けました。で彼らは平屋もなくて安心もなかった。彼らは非常に苦労していました。 これでも、この土地は神様から与えられています。しかし彼らはそれを欲しいとは思いませんでした。彼らは平安で安心した土地を探していました。安全な土地を探していました。シルンというのは非常に大きな町でした。ライシュというところですね。非常に豊かな土地でした。経済も良くて。しかしそこにはリーダーがいなかった。砂漠者がいなかった。 非常に豊かな生活をし、楽しんでいた。何もルールがない。恥かかせる者もいない。もしかしたらシドン人にこれ属していたものだと思います。しかし、ここではシドン人は非常に遠く離れていたので、何も摩擦もなかったと。同盟ししとは。 本当に平安で安心で私たちはその土地が欲しいと断不足を言います。でツアールとアシュタール、8節ですね、5人の者がツアールとアシュタールの身内の者たちのところに帰ってきた。9節さあ彼のところで攻めぼろう、その土地を所有しようと。10節あなたが行くとき安心しきってそのためのところに行けるのだ、しかもその地は広々としている。神はそれをあなた方の手に放しておられる、その場所には地に,も地にあるもので足りないものは何もない。 うん、この土地、神様から与えられた土地というのは、えーとうん、不足されているものはありません。なぜ、えー、と所有しないのかと。 彼らはその土地を調べました、そして思ったんですお、何も不足するものはない、これが私のターゲットだと。えー、と段11節から26節までが、えー、と第2段落です。彼らは、えー、と偶像を立てます。まますす最初はね11節 このような内容が書かれています。最祀を盗んで、この町自体を盗みますま。どのように盗んでいたかがここに書かれています。この知識は私たちに言っています。彼らは祝福を盗んでいる。 彼らはしかも神様の方法のように祝福を盗む私たちはどのようにして神様とコミュニケーションすることができるんでしょうか私はどのように神様から祝福を受け取ることができるのでしょう彼らは盗むことによってそれをしようとしたのですこの最後の柔軟性では一つの家族が盗む 盗人となったんですが18章では、男族部族全体が盗む人になりました。この神様からのものだと勘違いして、それを盗みます。1節から10節、第1弾略では私たちにこのように語りかけています。彼らはこの土地を調べていました。何を盗むことができるかと。彼らは偶像を見ました。そして彼らは土地を見ました。 11節から26節は第2段落ですね。彼らは偶像を盗んで、この土地も盗みます。600人の段は16節ね11エフラ i ムの産地の方に行き、13節 13節三カの家に着いた、三カの家というのはこの宗,教の宗教的な中心のところですね。で、14節は5人のものは600人のこの者たちに言います。これらの建物の中にあるエポデやテフライム、テラフィム、貯蔵や酒蔵があるのを知っているか、あなた方は今何をすべきのか知りなさい。14節今、あなた方は何をすべきかを知りなさい。 そこにエポデートがあってエポデートというのは神様をううものですねこの家の中には偶像で満ちている貯蔵や貯蔵があると彼らは非常に力強い貯蔵非常に重要なものだともし貯蔵貯蔵を得ることができたら私たちは祝福を得ることができると勘違いします なので今、あなた方は何すべきか知りなさい。この600人の者のと、600人の者のは武器を身につけ、武器を持って、あ、そうだなと、彼らを登っていきます。で彼らはと若者を見ます、デビ人の。で、挨拶をします、シャロームと。で、彼らは若者に来ます。 どうですかと16節僕を身につけた600人の男の人々は門の入口のところに立っていた。でこの5人の者はこのレビューと若者に挨拶をして600人の者がそこに立っていた,レとてっていた。レビューと若者よ、あなたは私たちから逃げることはできないよと。 非常に600人、武後民主化の600人は門の入口のところに立っていた16節この団の人々。16節ですね。彼らは誰でしょうか ?600 人の団。彼らは団の子孫です。 一つの部族ですしかし彼らは盗人のよう、盗賊のようです。この偶像を盗みに来ました。もうこの破滅させるために来たと。うん、で、そこの十何節。彼らは5人のものを登ってき、そこに入り、貯蔵とエヴデテ,テルームを取った、貯蔵を取りました。十何節。 この600人の者のにえと囲まれながらで最初は武具を身につけた600人、もっともあるの入口のところに立ったこうものの入口に立ちましたで5人の者はミカの家に入り貯蔵とエポデート・テラフィの貯蔵を取った18節。 もう偶像エポドとトラフェミのこの3回出てきています。鋳造エポでトラフェミのこのが3回出てきています。そして600人のもの、この盗み人。で、この600人のものは、それ、地蔵とエポでトラフェミを盗みます。そして、最初は彼らに聞きます。あなた方は何をしているのですかとあなたは何をしているのですかと。 まあ盗んでいますよね、もう誰でも分かります。彼らを盗もうとします。この武具を身につけた600人の者たちが来て、そしてこの若者に言います、黙っていてください、静まりなさいと。あなたの手を口に当てて、私たちを一緒に来てください。私たちのために父となり、また祭子となってください。19節 あなたは1人の家の妻子になるのとイスラエルで不足または静かの子孫に祭司になるのとどちらが良いですか ?19 節黙っていてくださいと私たちは一緒に来てくださいで私たちのために父と妻子になってくださいでこの若者をそれを聞きます えとミカがくれたものと、毎年銀10枚と、毎年銀 10, 万10枚くれました。しかし、ここでは、ダウン不族不足全体がこう生活費を上げようとしています。もしあなたが,あなたが大きな会社を見つけたら、 しかも国際的な大きな会社をあんたが就職しようと見つけたらこのイスラエルの十二のうちの一つの大きい会社もちろん嬉しいですよね、この若者の心は20節最初の心は弾んだ彼はエポデとテラフェミド地蔵を取りああ最初は僕の,このエポデとテラフェミド地蔵を取ってくるからとそしてこの人々の中に入っていった。 これ,私のこれは私のものだからこの偶像は私のもの,このでこれを取ってこの人々の中に入っていきますこの若者はただこの仕事を得るように就職したかのように彼は神様に仕えるべきですしかし神様に仕えていません 彼にとって神様に使えるとはただ生活をするだけ。このダン不足もあ、これはいいことだと思います。もう神様のことなんて気にしていません。でミカは、このミカの家は、集まり、ンから取り返そうとします。しかしできませんでした。なぜならダン不足は非常に強い。 部族だっったからですすににとってはこのダウはミカにいますえーと25節そこでダウン族はミカに言ったあなたの声が私たちの中で聞こえないようにせよでなければ昨の悪い連中があなた方に打ちかかろうあんたは自分の命も家族の命も失おうあんたを攻撃しあんたを殺そうと25節 あなたの声を私たちの中で聞こえないようにせよと。今日も私たちは同じことをしています。部族全体、もう盗っとの家族のようになりました。私はそれが見えることができます。この家族、この盗む家族。しかも母・子の間で盗みが行われていた。しかも。 部族がこの家族同士この盗もうとしています。私たちが他の人から盗んで、そしてその他の人もあなたから盗むと盗み合っていた。26日、ミカは自分の家に帰ります。もう、えっと 盗む、部族盗人のような部族彼らは最初を盗み、エポで家、中蔵、偶像すべてを盗みます。第3弾の区に入ります。彼らは偶像を盗んでから土地を盗みました。27節から31節。 彼らはそのダッシュに行って平穏で安心しきって行った旅を襲い、剣の刃で彼らを打って火でその街を焼いた。そして30節ですね。団部族は自分,ための自分たちのために 鋳像を建てたモスセの子ゲルションの子ヨナタンとその子孫がその地を地の報酬の時までダン部族の祭祀であったダンはその盗んだ偶像を自分の偶像と建てたその場所として場所の名はもともと来 来週でしたがでそ彼らはその名,町の名をダンという名前を付けました。30節の「モーセの子」ですけれどもえと別のバージョンは「マラセの子」と書いたところもあります。私はえとマラセの子。 の解釈を取ります彼らはダン,ダン部族はミカのようと同じように祭祀を建てました。ミカしたことは彼らもやります。彼らはさらにひどくやりました。彼らは土地を取りました。そして人々を取りました。 さらにその若者のレビ人ー良い結果になったんでしょうか。何の部族の人々は土地を取って、その偶像を取った後に、そのレビ人を彼らの父としたのでしょうか。彼らの妻子としたのでしょうか。スワダン部族は彼らは別の人を探しました。 ヨナ,タンヨナタンをダン不足の妻子としたんです。彼らは約束を守らなかった。約束は守らなかったですね。彼らは約束を守らなかった。なぜなら、もともと彼らは泥棒でした。盗賊でした。ですから彼の結果もよく なかったですね、えー、とその地の報酬の時まで、断不足の祭祀であった。祭祀はその場所は報酬となりました。こうして神の宮がシロンにあった間中、彼らは三日の作った彫像を自分たちのために建てていたそそのレビ,ビトはそこに 非常に良い結果であったことではありませんでした。その土地は最終的に報酬されました。南部族は土地を受け継いだ後にそのレビ人はいなくなりました。マラセの祭司となりました。マラセ部族の人になりました。なぜマラセの 部族になったんですがなぜその地は報酬されたと書きましたかこれは2つの王の時の話です。マラセ、部族とエフラインの部族その部族に問題ありました。北の部族は問題ありました。彼らはそこで偶像を設立しました。エルボアムはえっとペットと ベッテレというところで偶像を作りました。さらにそのダン・ライシというところにも金の子を作りました。それは北,の北国の偶像礼拝の中心としました。ですからここの知識の作者はこの地は必ず報酬されると。人々を盗んだものああ盗む人は必ず 盗まれると作者は 2, つの王に2人の王に話したんです。祭司たち、あなたは一体どちらの方に従いますかペテルについていくんですかペテルについていくんですかシロンについていくんですか あるいはエルボアンに従うんですがエルボアンはエフライン人です彼,らは彼はえっと偶像を建てたエフラインはシシキから始まってあシシキハチマからえっと偶像を作りましたダンという場所で偶像を建てた イスラエルの国は分裂して、そしてエルバーンはえーと立,てて立ち上がって2つの偶像を作りました。彼は経済の利益のため、自分の利益のため、政治の利益のため、自分を安心して、安心しきって住むために偶像を作りました。 デピピトはその偶像礼拝に従っていたんですけれどもい、い良い結果になったんですかそうではありませんでした。南北国の時代、二人で大の時代の民をあなたたちはどちらに従うのでしょうか今日の時代、兄弟姉妹、あなたたちはどちらに従いますか 国々は違う政治のシステムがあるんですけれども、あなたはどちらに従いますかあなた、行くところは主が与えてくださったところでしょうかこの5人が偶像に尋ねました。偶像を訪ねて、主に尋ねると勘違いました。あなたは偶像に尋ねているんですが、それでも本当に主に訪ねているのでしょうか 主はどこをあなたを与えたんですかなぜあなたはそこで平安で安心し,して住むことはできないでしょうかもしあなたは神様の御心の中に歩めば必ず安心しきって住むことはできます。もしあなたが取ろうとしているところは主が与えるところではなかったら必ず報酬されます。兄弟姉妹今日私たちどのように 決断するんでしょうか私たちは、王のいないのような状況になってはいけない。主は私たちの王です。私たちは、主に従うべきです。私たちは、信仰と勇気、持って主に従うべきです。それで今日のメッセージを終わります。皆さん、立ってください。主に礼拝しましょう。主は 唯一の神、私たちは主についていきます。主を礼拝しましょう。主は常しえまで支配されます。 主を私たちあなたを礼拝します。主を恐れる心を与えてください。主私たちはあなたの見舞いに恐れる心を持って、 見前に来ております。あなたは恐れるべき神です。あなたは完全に清い神です。 主を恐れる心を与えてください私たち家に行ってもここに行っている方は皆さん手を挙げて主を礼拝しましょう。 主はあなたを礼拝します私たちの心を恐れ持ってあなたは私たちに求める神です私たち一生を求める神です私たち一生に奉仕する神です 主はあなたは真摯の方ですその頃イスラエルには王がいなかった兄弟姉妹考えましょうあなたの神はどこにいるのでしょうか 私たちは本当に神を神として崇めて崇めるのでしょうか私たちは本当にイエス様を王として崇めますか私たちは本当に主を私たちの神と王とするのでしょうか それとも私たちは自分の考えのままに主はあなたは恐れるべき方です主は今<何>み寝神です主に犯してはいけない 主はあなたは罪,ある人を罪なしにすることはしません私たちはあなたを恐れます主はあなたは支配されます兄弟姉妹の心にそして私たちの家に 私たちの町に、私たちの国に収めてください。王としてしてください。あなたは唯一の神です。兄弟姉妹、私たちは霊の中に入りましょう。もう一度、主を。 私たちの心の王座に座らせてください。もう一度私たちの心の王座に座らせてください。もう一度主が唯一の神であることを知るように私たちの生活、 私たちの奉仕毎日の毎日の生活私たちは本当に、神を神として、しているのでしょうか。聖霊様感謝します、歓迎します、私たちの中に、どうぞ、語ってください、もう一度、語ってください。私たちの生活には、神様が、 おられる生活になりますように私たちの奉仕は神様が本当におられるようにしてください。感謝します。主はあなたの見舞いに来て私たちの心を照らしてください。主は私たちは本当にあなたを王として 崇めますか私たちの心には資材が足りない、所有しているものが足りない、そして私たちは取ろ,うとしているの取ろうとしていることはないでしょうか。マーケットプレイスにはあるいは奉仕の中で私たちはこのようなことを取,ろうと取ったら神様に使えるだろうと思ってしまうことはないでしょうか。 私たちは部門の間、ミニストリーの間に、私たちはこうすれば祝されるだろうと思うことがないでしょうか。主よ今日、マーケープレイスの兄弟姉妹、そして私たち、ワーカーに語ってください。私たちは本当にあなたを応してしているのではないでしょうか。私たちの心の王座はあなたに座らせているのでしょうか。 私たちの中では、資材が重要、褒められることは重要と思っているのではないでしょうか。主を私たちにわれんでください。聖霊様、私たちに導いてください。私たちの心の王座を、主を座ってくださるように、主が支配されますように。 ワーカーたち、祭司レビビドたち、皆さん、ひれふしてください。私たちは、信仰が弱いです。私たちは、神様、供給してくださることは、信じませんでした。私たちは、資材足りないと思います。 我不够私たちは足りない。人、人っ足りない。資材足りない、宿足りない。油注ぎ足りない不够。賜物,物が足りない。資材足りない。 修道ドもう一度私たち教えてください。私たち教えてください。私たちはすでに宮の中に入ってますけど、私たちはもう祭司とレビ人ーなりました。私たちはあなたをに使われています。しかし、神の宮には私はもうちょっと欲しい。もうちょっとと欲しいともうちょっと欲しい。 神様のご臨在をもうちょっと欲しいではなくて、司祭をもうちょっと欲しいと。私たちは神様を信じないからです。許してください。私たちは自分の方法で、自分の方法によって何を探したり、取ろうとしたり、 そししして要求したりします私たちはこのようなことあれば私は神に仕えることできるだろうと思います。主よ許してください。 マーケットプレイスの兄弟姉妹も週の見舞いに反省しましょう。私たちはマーケットプレイスには取ろう、盗もうと心は持ってないでしょうか。私の横の部門の人のもの欲しいなとか、彼らの持っているもの私も欲しいなと、その資材。 会社から配ったものをもっと欲しいなど、主を許してください。主を許してください。香港人を代表して、主に罪を告白します。私たちの心の態度。 利益を取ろう態度、そして先に何が取ろうという態度、必ず栄養を必ず多く取ろうと、このチャンスで必ず取ろうと、この時期、疫病の時期、私、どのようにたくさん儲けようと。 盗む心の態度主は私たち見舞いにおりますどうか許してください私たち心に神に属してないこの世の中の盗む心 の態度を許してください。盗めば盗むほどなくなります。富をたくさん得ようとす,すればするほど私たちは貧乏になります。貧しくなります。衆許してください。 たくさん取ろうとすればするほど私たち失ってしまいます。主私たちはあなたの元に戻ります。あなたの中に戻ります。私たちは泥棒の時代になりたくないです。私たちは泥棒の時代になりたくないです。盗む。 大を探した人そして偶像を盗んで祭祀の位置を盗んで土地を盗んで資材を盗んで町を盗んで私たちの世代に 語ってください私たちは盗む世代にならないように私たちはあなたのところに戻ってあなたを神として崇めます。香港のために祈りましょう。香港のために祈っていきましょう。香港の人々は常に土地を取ろう、物件を取ろう。 私たちはあなたの宮に入って祈ります。私たちを許してください。中国で生まれた人々は、中国にも祈りましょう。台湾で生まれた人々は、 台湾のためにも祈りましょう。通る心の態度、自分の民族、自分の国のために祈っていきましょう。私たちは強い力で、私たち、少しの力を持てれば、私たちは取ろうと考えています。私たちは少しの力を持てれば、 相手をいじめます私たちは少しの力を持ってもこの世の中のことを取ろうとしています。許してください。あなたは自分の町、自分の民族を代表してその民族の心の態度主の御前に言ってください、主よ私たちを許してください許してください。 偶像のことを私たちは盗みます。偶像のことを、この世のことを私たちも取ろうとしています。許してください。許してください。私たち、町に偶像に導いています。国には偶像に導いています。もともと神に属する土地は偶像に 汚れました汚られました偶像の力に満たらされました私たち取るために取るゆえでこの土地は汚れてしまいました神の土地元々神の土地神の家宮を汚れてしまいました 私たちの教会のためにも祈ります。私たちの教会は盗む心を持ってはいけません。神の教会は盗む心を持ってはいけません。教会はこの世の中にまつってはいけないです。神の宮はこの世のことを。 混ぜてはいいけないです神様に属する場所、神様に属する宮、この世の中のことをまざってはいけません。偶像のものをまざってはいけません。主を助けてください。私たちの教会を守ってください。 空像の力は私たちの心に入らないようにしてください。教会に入らないようにしてくださいシオン。ンダンブ族の人々は、来種の人は、平穏で安心しきているところを見て、彼らは取ろうとしたら、平穏で安心しきるところはどこにあるでしょうか。 あなたの御臨座のあるところは安心して住むことができます礼拝しましょう週に礼拝しましょう私たちは礼拝によって週の王座をここで立つようにしましょう あなたの王座は私たちの中におられます 私たちは神様が与えてくださったものに安らぎ満足することができますか主が与えてくださるもので満足するかそれとも自分の目でいろんなところを探って取ろうといるのでしょうか私たちは主が与えてくださるものに満足しなければならないです。 今日の環境でも、主が与えてくださった場所でも、私たちは満足しなければならないです。私たちは主を仰ぎ見て、主の中に満足を得ましょう。霊の中に入りましょう。心を当たってください。手を心に当たってください。 衆に向かってあなたの心に語ってください。衆はあなたの満足です。衆はあなたの平安です。私の魂を衆に仰ぎ見ましょう。衆は素晴らしい神です。 全ての良いもの、主に属する全ての良いものをあなたに与えました。あなたを信じなければならないです。主は何一つ良いものを残して私たちに与えないことはありません。私たちはに主を信じましょう。従っていきましょう。私の魂を、この世の声を聞き従わないで。 他の人の状況を見て、私たちもそのようにしたいことではなく、私たちは盲目で、このようについて、他の人々についていくことをしないようにして、信仰によって、精霊によって信仰を受けましょう。そして私たちは平安で安心しきることができます。私たちは、主は私たちの住まいです。 主は私たちの相続です私たちの良いところはにはは主以外にはありませんイエス様の皆によって兄弟姉妹を祝福します私たちの目は常に主を仰ぎ見る,よ見ることができますように自分の手段で自分の欲しい利益を取ることではなく 私たちは週に決裁しなければならない,はい週の前に喜ばなければならない。私たち週の御言葉を聞き従わなければならない。イエス様の皆によって皆さんを祝福します。平安ありますように祝福します。これで今日のモーニングディオーションを終わります。